で、ます。はい、はい。さあ、それでは皆さん、よろしくお願いいたします。前の方よろしいでしょうか。去年の優勝チームですね。忘れもしないですよ。そうですね。久々はちなみに総勢、70名ぐらいの多いんですよね。大所帯でございます。うん、さあプロフィールご紹介したいと思いますけども、はい、お願いします。久々は。鳴子は恋人、というテーマでございます。で今回の M のテーマは近い緑と書いて深縁、はい、深い縁です。はい、失礼しました、はい、深い縁と書いて深縁ですね、はい、ソーラン節の歴史をアイヌ文化の側面から考察し、はい、その時代に生きた先人への、イフの念を感謝の気持ちを込めて創作しております。なるほど、ということでございますね。あの着てるね、あの、うん、ね、着物も、アイヌの文様が入ってまして、そうです ね、 ね、非常になんかこう色も分かれてて、また今年はそのね、はい、まあ、戦うわけではなくて、はいはい、ゲストとしての演舞なの で、 で王者としてのね、そうですよね、演舞を見せてもらいますけど、逆にプレッシャーは多分あると思いますけどもね、ね、皆さん、はい、皆さんの顔見たらもうすごい精悍な顔つきをしておりますな、うん、そうですよ、ね、王者の風格ですよ、だからこれが、ね、そして俺らの喋りがより長いという、うん、そうでしょ、ね、多分ね、これ以上喋ったら後ろの方に僕らセイって言われますいや、黙れって言われます。セイはそのセイじゃないから、違うか、うん、俺セイってこうやってやっちゃうでしょ、俺が、ね、おかしいでしょ。さあ、スタンバイの方できたようですね。はい、OK でございます。それでは前年度チャンピオンに踊っていただきたいと思います、はい、行きましょう。すさみの皆さんです、どうぞ。会場の越しの皆様、こんばんは。ただいまご紹介いただきました、うさこいソーランチームすさみでございます。今年私どもうさこいソーランチームすさみは第26回うさこいソーラン祭りにおきまして、初めてファイナルコンテストに進出することができました。本当にどうもありがとうございます。まだ我々は11年目ということで、メンバーも若く、これからのチームでございます。このゲストの大役に恥じない演舞を精一杯踊らせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先人への畏敬の念と感謝の思いを込めて、そう2017新年I'm not afraid to die.
ありがとうございました。退場させていただきます。ありがとうございました。こういう時は私もらいたい。